皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ。午前中の雨がやんで晴天となった10月30日の午後、天皇皇后両陛下主催の秋の園遊会が赤坂御苑で開催された。今回、雅子さまと女性皇族方は和装でお出ましに。ピンクの振袖をお召しになった愛子さまにとっては初の和装でのご公務となった。写真あり、残念な着付け。 に見えてしまう佳子さまの振り袖姿豪華絢爛な着物姿で一列に並ばれた女性皇族方を見て、ファッションライターは佳子さまの着付けに疑問を抱いたという。佳子さまがお召しになったのは、淡い水色の本振り袖。2023年のお誕生日用の写真でも着用されていたものだ。佳子さまは、初めて和装で園遊会に出席した愛子さまに気を使われつつ、 立ち振る舞いが美しく招待者一人一人に丁寧な接遇をされていましたただ残念だったのは置物の着こなしです拝見した瞬間に首をかしげたくなりました気になった点は2か所まず帯の左側に刺した末広扇子が他の方々に比べてかなり長く飛び出ている点愛子さまと比べると分かりやすいのですが 愛子さまの末広は先端がほんの数センチだけ出ています。この形が理想的です。長く出ているとだらしない印象になってしまいます。もう一つは帯です。未婚の女性皇族がお召しになる振り袖では、帯を強行で締めることで、若々しい印象を残すのがポイントです。しかし、佳子さまは帯の位置が低いのです。雅子様や紀子様など、 既婚女性がお召しになっている訪問着ならばこの位置で問題ないのですが、振り袖で帯の位置が低いとバランスが悪く、若々しさが損なわれてしまいます。愛子さまが帯も末広の位置も基本通りに美しく着こなされているので、佳子さまが悪目立ちしてしまいます。長時間のお出ましとなる園遊会で着崩れてしまうのは仕方ないことです。しかし、せっかくの晴れ舞台ですので、 もっと高い位置で帯が止まるよう、きりりとした着付けをされると良かったのではないでしょうか。今回の佳子さまの着付けを見ると、しっかりとした職員がおそばにいないのではと不安に思ってしまいます。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。